今日は静江さんを交えての、はい、3人ご飯です、3人ご飯久しぶりに来ました。あ、そっか、それカメラあるんだ、あるの忘れて注文したのはナッコプチョンゴルです。イカだよね。いや、イカじゃない、タコです。あ、タコか。手長ダコとあのホルモンの鍋と、ナクチとコプチャンが入ってる鍋です。3万5千円ですけど、3人だから大丈夫。いくら3万5千円だけど、3人だから1人1万なこと。はい、チョウムチョロン頼んでいいですか。お願いします。これないから今度なんだね。ビジュアルがこれ映さんでたんだ。さらにチョウムチョロン話せよ。ではでは来ました、ハスの花に咲く卵。ハスじゃなくて玉ねぎです。あ、玉ねぎの花に咲く卵ですか。玉ねぎで作ったハスの花風ということですね。わあ、すごい。この手長ダコにコプチャンが入ってる、うん、はい、ホルモンが入ってます。ホルモンが入って、ホルモン見えますかね。ホルモン、わあ、ビジュアル最高ですね。最高ですね。わあ、初めてだ。うわ、パンチョも来ましたよ。はい、なんかわさび醤油っぽいな。わさび醤油ってわさびかな。あの、なんだっけ、ハムジャッタンみたいな感じでつけて食べてるかな。おー、結構書いてました。これがレタスで、キムチで、サンチュですね。あ、サンチュですね、はい、で、これがもやしと八宝菜ですね。八宝菜、うん、八宝菜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 って料理の名前じゃなかったっけ。チンゲン菜じゃない。チンゲン菜か、うん、ね、八宝菜って料理の名前ですよね。あ、違ったっけ。中華料理の八宝菜。そうそうそう、ね、チンゲン菜ね。おさみだ。わー、すごい。わー、手げちょっと素敵な、うわ、見て見て、冷やして2本頼んだの。いや、1本多分めんどくさいからじゃない。あ、そう、だから多分飲んだ分だけお金取るって私は思ってるけど、どう思います。あ、同じだと思います。はい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 、すいませんね。いや、このタコちゃんはちょっとすごいですね。うわー、ビジュアルがすごいね、やっぱね。味はわかんないですけどね。このね、玉ねぎもどうなるでしょう、これ。ね、ほんとね、玉ねぎ崩れていくのかな。分解じゃない、なんだろう。分離？じゃあまずは年長者の、はい、ネモパパから、ネモ夫人から、ネモ夫人、ネモ夫人、お蝶夫人みたいですね。じゃあ外せよ。お蝶夫人です、お蝶夫人。いや、ネモ夫人です。お母さん、エースを狙いなさいよ。じゃあ先生から、年の順で。久しぶりですね、3人で、はい、あ、俺、親知らずで酒飲んじゃいけないって言われてたの。あ、そう、3日くらいダメですよね。まあ、酒は酒痛くないですよね。酒役の長なんで、いただきます。枯れちゃうのかな。うまい。これスープがね、美味しそうですよね。辛いって言ってました。そうそう、辛い、大丈夫かな。いや、コプチャンも入ってるし、美味しかでしょうね、これね。でもそんなに激辛ではない。もっと煮込んできたら濃くなるんでしょうね。あ、美味しいですね。よかね。まだちょっと薄いけど、うん、後でこう、タコの、イイダコの、これ美味しいですよ。出てきそう。美味しい。で、窓がつけるところね。ね、結構きますね。美味しいですね。美味しい。寒い日には、焼酎といいですね。あ、持ってこいですね。寒くないんだけど、今日は。うまいね。うまいね。お腹すいたかでしょうか。食べてみていいでしょうか。はい、キムチチェックしましょう。はい、発泡剤。八宝菜よね。チンゲン菜でしたっけ。チンゲン菜だと思います。うん、なんかごま油が少し効いてる。うん、キムチも美味しいですよ。辛くないですか。辛くない、うん、もやしチェック、うん、タンチャンで出てくるキムチって辛くないですよね。もやし美味しいよ。ナムル、うん、ごま油と塩が効いて美味しい、うん、こう吹き溢れ出しそうで溢れ出さないですよね。なんかこのさ、鍋、その余裕がないじゃないですか。ないね、うん、怖くて嫌だ。ああ、溢れ返りそうだからね。なんかすぐ溢れそうだから、ね、作る人もなんか大変じゃないのかなって思っちゃう。そんなことね。でも溢れそうで、溢れないんですね。なるほど。もうちょっとこう、タコが煮えたら切るだと思います。なんか店員さんが切ってくれるってことですよ ね、うん、ね、やってくれる。なんか一人で忙しそうですよね。ねえ、すごい、一人でやばいかんばい、これかなり削減してますよね。厨房一人にホール一人です。
でもこんだけお客さんいたら結構いいですよね、儲けますよね。結構やっぱりどこもコロナで厳しいから人数減らしてるんでしょうね。人数は減らすもんね。大変だな。はい、中でかき混ぜる感じですね。おお、タコ足が開いた。で、韓国の七不思議ってありません？たこ焼きにイカが入ってるから。あー、ね、イカなんだ。イカが入ってましたよ。タコのとこもあるとこもあるでしょ。タコのとこもあることがあるでしょ。みんなイカじゃないでしょ。あ、みんなイカじゃないんだ。みんなイカじゃないと店によって違うんじゃないかな。あー、なるほどね。僕多分タコの在庫ないからイカにしたのかな。僕は食べた時イカだったからびっくりしちゃって、イカ焼きじゃん。気にしたことなかったけど、もしかしたらイカだったのかな。どこどこもありますか。あんま傷がな、そうだよね。確かに隠れなかったね。タコもいいと思う。歯ごたえ似てるからね、似てるね。火取っちゃえばね。これお肉も入ってるじゃん。そう、ね、잠시만요、出てけよ。곱창, 곱창만 한 2분 정도 후에 드세요. 네, 알겠습니다. 나머지 다 지금부터 드시면 돼요. 아, 네. 감사합니다. 아, 저 기니시나이도 하시대 뒀잖아. 그대로 뒀다 보면 이겠어. 아, 맞대. 대충 됐어. 지금 제가 선생님 감사합니다. 대충 됐어. 지금 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 パスもう一個つけますか。お肉ここがいいのかな。ここに置いとけばいいですよ。コプちゃん、はい、こんな感じでいいですか。はい、ありがとうございます。これ鶏用のお箸ですね。はい、準備くださいよ。あ、はい、うどん取っていいですか。はい、それ僕の。さすがお餅もありますよ、トップも。お箸、お餅、あ、お餅。これ鶏割りです。はい、豆腐ば、いただきます。あ、先生、あ、私ちょっとうどん食べていいですか。どうぞ。あ、中さん、うどん、あ、うどん、うどん、あ、すみません、ありがとうございます。これ色やばいですよね。あ、いい、ね、もう、はい、すみません。はい、辛いのが美味しいですね。美味しいですか。うん、これも辛いけど、いただきます。美味しいです、いただきましょう。どうぞ。豆腐がでかいです。コプちゃん、どこ行った。コプちゃん始まってよ。イカと、イカ、あ、イカじゃない、タコ。タコ美味しい、タコ焼きなんです。タコ焼き同じですね。スープが美味しいね、これね。ピリ辛スープ、うん、いただきます。もち、うわ、なんか人参っぽい、これ、うん、でかいよね、うん、一応ね、ソースがあるからちょっとつけてみようか。うん、うん、わさびですか。そうですね、わさび、わさび入ってます。醤油わさび、あ、本当だ、わさびだ、うん、まあ、タコにわさびだね、やっぱり。あー、だろうね、タコわさ、うん、なんか激辛ではないですね、うん、ピリ辛で、うん、で、コプちゃんとタコっていう組み合わせ、誰が考えたんでしょう ね、最強ですね。肉も入ってる、うん、うん、あちゃ、暑い、うん、ちょっと猫舌の方注意ですね。ね、暑いですね。うん、うん、あ、京橋です。どうしたんですか。鳥橋で食べちゃった。あやっちゃったね。私はお箸2つなんです。
あ、多分最後に食べれるならポックンパできるんで。あ、できるんだ。うん、多分これやばいね。できると思います。芸能人の方もいっぱい来てるからやっぱり有名なんだろうね。全然でも誰のサインかわかんないですよね。分かんない。キム・ジェ・でも読めないもんな。特に韓国語になると全く難しいよね。キム・ジェ・ジュンさん、キム・ジェ・シ・ジュン、おジュンさん来てる。おジュンさん、ジュンさん、うん、あこれベアースだからあのプサンのやつですかね、野球チーム、うん、ユニフォーム。私そのチュクミ、チュクミのタコとこれが違いがあんま分かんなくて、まあ、今日調べてみたんですよ、うん、チュクミはいいダコで足が長くなくてちょっと可愛い感じ、うん、なんでこのナクチは手長ダコ、うん、長い、ね、手長の差があるみたいです。チギダコは長くないの？長くなかったですよ、写真見たら。ちょっとチュクミ食べたことあるじゃないですか、はいはい、やっぱりこうちょっとクッてなって、うん、かわいい感じ、たこ焼きの絵みたいな、うん、たこ焼きの絵、たこ焼きの絵、こう、あ、こういうなんかタコウインナーみたいな、ね、なってね、すごい混んできたよ、これでまず大変だね。何以上だから結構、うちらいい時に隣のテーブル、あ、でもさあのコリトミだからあんまり隣に座らない方がいいのか ね、やっぱ結構3人で食べるから早いですね。ねえ、火止めますか？ですね。汁が。じゃあ、ギア。ポクンパ入るんですよ。ね、ポクンパ。インブン、あ、ね、トゲ。ねえ。ポクンパ絶対美味しいですよ、これ。ねえ。うん。はい、ポクンパ来ました。ポクンパ来ました。パンパフ、パンパフ。もう出来上がった状態で来ました ね、 そうですね。ここでやるんじゃなくて、はい、ちょっとこうね、火つけて焦がして食べれば美味しいです。美味しいでしょうね。これは2人前ですね。ごまが入ってますね。海苔も入ってるね。米もあるね。はい、いただきますか。はい、いただきます。シュルーム、このスープどうしたら飲さないでいい。そうですね、これ入れていい。美味しゅうございました。美味しゅうございました。いただきます。なんかすごい油が、お客さんがどんどん、ごま油がすごい、なんかすごいね。え、もうこれで取っていいですか？もうスプーンで取りますか？はい、スプーンで取ってください。引っ張り合いちゃったですね。うわ、これ美味しかろう。ちょっとベチャベチャしますね。うまいべ。ベタベタしてる。ベタベタしてる。ベチャベチャしてる。ベチャベチャしてる。食べますかね。食べた方がいいかなね。焦げそうですね。もうちょっと、しょうがないのかな。ちょっとね、水気ない方がいいけど。そうだね。忙しいからね。ね。もっとでも、もっと炒めたら水気なくなるのかな。ごま油がいっぱいくない？うんね、そうですよね。まあ、こびりついちゃうから、やっぱりよく引いたんだろうけど。なんかの味が効いてるよね。ごま油、バター、え、バター、バター、バター、でも美味しいけどね。うん、美味しいです。ごま油と海苔とごまが、バターじゃないね、まあ、ごま油ですよね、多分ね。あ、ごま油か。食べ物は美味しいね。うん、美味しいです。うん、です。完食です。ポックンパペロリといっちゃいました。なんか3人前でもいけた感じですね。うん、ちょっと多いかなと思ったな。2人前だろうなんですけど、少なかったね。やっぱ男2人なんでね。男3人だね。で、だから、あ、次から3人前です。そうね。今回はですね、高速ターミナルになります。これ何てお店だった？
日本地ユッケジャン、はい、一番地ユッケジャンってことですね。一番地ユッケジャンっていうところにね、はい、今日は来て、はい、食べたメニューは何でしたっけ。ナッコチョンゴルです。ナクチとコプチャンが入ってる鍋なんで、はいはい、ナッコプチョンゴルです。はい、35,000ウォンです。はい、はい、美味しかったね。3人ってでもちょうどいい感じですよね。そうですね、うん、ちょうどいい感じで美味しかった。美味しかった。ちょっと2人だったら、男の人なら大丈夫かもしれないけど、うん、女性2人ならちょっと多いかもしれないですね。そうですね、うん、はい、ということで今回は高速ターミナルの、はい、モッパンをお送りいたしましたので、はい、しました。また次回の動画でお会いいたしましょう。はい、さようなら皆さん。はい。